無重力チャンネル。こんにちは、無重力のマサトです。本日はプッシュアップ、腕立て伏せが1回も上がらない方のために1回上がるようになる方法をご紹介したいと思います。このプッシュアップというのは自重トレーニングの基礎的な動作なんですけど、この動作が行えないとまず自重トレーニングが始められませんということで、まずこの1回ね上げてもらう必要があるので、本日はまず自重トレーニングにこれからね始められる方のスタートのステップとして、プッシュアップが1回も上がらない方のためにプッシュアップを1回上げるための方法をご紹介したいと思います。この動画というのはこれからトレーニングを始められる方や女性の方、そしてお子さん、そして高齢の方などね、今プッシュアップが上がらなくて困っている方のために作らせてもらおうと思いました。ということで、今プッシュアップできない方はこの動画見てくださったらできるようになると思います。その方法を今からご紹介していこうと思います。まずは壁に水平になるように手をつきます。そしてこの状態で体を少し斜めに傾けます。その状態で壁に向かって全体重を押し付けます。もう完全に壁にもたれているような状態になります。この状態でプッシュアップを行いながら全体重を壁に向かってかけます。そして腕の力だけで押し上げます。そして再び全体重をかけます。そして腕の力で押し上げる。そして体重をかけて押し上げる、かけて押し上げる、かけて押し上げる。はい、このような方法になるんですけど、これを行う際というのは完全に上半身の力だけで体を支えて、そして上半身の力だけで押し上げる、このように行ってもらうことで効果的にプッシュアップのための筋肉をつけることができます。では続いてはこのような胸の高さくらいの棒か台などある方は用意してください。なければ次のステップに進んでください。このような場所でプッシュアップを行うのも効果的になります。はい、次に行ってもらいたいのが膝をついた状態での腕立て伏せになります。はい、このような感じで四つん這いになってもらって、この状態で全体重を地面に押し付けてプッシュアップを行います。この動作を行う際は全体重を真下にかけて、そして腕だけの力で真上に押し上げるという風に行ってやると効果的に鍛えることができます。まずはこの動作を10回以上行えるようにトレーニングを積んでみてください。次はゆっくり下ろしてゆっくり押し上げるという動作を行ってみましょう。刺激を入れることでさらに負荷を上げることができます。まずはこのプッシュアップも10回以上目標に頑張りましょう。
無重力チャンネル。今ご紹介した通り、膝をついたプッシュアップでも様々な方法はあるので、いろんな方法で試してみてください。そしてこのトレーニングやってもらっていたら、自然とプッシュアップ上がるようになっています。自然と力がついて通常のプッシュアップが上がるようになると思うので、皆さんもしよければ今回のトレーニングやってみてください。続けていれば確実に腕立てはできるようになります。そしてそこからがトレーニングのスタートなので、まずはこのスタートラインに立てるように1回のプッシュアップ皆さん頑張ってください。ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。